今日は特別会です。ケアソクスペシャル、よっ。バラバラやないかーい。合ってる合ってる、心は繋がってますから。合ってる、気のせい気のせいです。やっぱ時差あるんでこれ。まあ、ディスコード上では確かに時差ありますけど、すごいバラバラな気がしたな。いや、タクちゃんが、あとは、ね、これはうまく、ちょっと合わせれば、今の一個一個のまあ、バッチリなんで。なるほどね、うん。技術的なやつね。その前にいいですか、今日。20回っすよ、20回、ついに。お。いやー、ついに来ましたね。ね、来ましたね。ちょっとこれ、乾杯せずにいられますかっていう話ですよ。いられ、ませんね。ませんね。ですね。ね。いられ。いつもね、朝6時ですよね。公開、そうですね。朝早いですもんね。6時公開です。ですね。ですよね。そうですよ。いいっすか？飲んじゃ、乾杯しちゃっていいっすか？やっちゃいましょう。我々は今、夜なんで。ですよね。夜10時近いですからね。じゃあ、ごちさん、いい音ください、いい音。いい音、いいっすか？プルタブ、プルプルさせていいですか？プル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 。誠さんもプルプルしてますかね、今。いいっすか。わーおーおいばば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 めっちゃこぼれてる。めちゃくちゃこぼれてる。めちゃくちゃこぼれてる。すごい。見えた泡が。やっぱ、待て。これマジでやばい。うわ、すっげえこぼれた。やっぱ。これやっぱりジョッキ缶。待って、ジョッキ缶これ半分ぐらいなくなったんじゃないですか、これ。やば。見えます、この。見えるよ。見える。見えるね。これは見えてるね。見えるよ。基本的にね、そのフレーズ、見えないものが、見えるよって言うんですけど、これは見えてますね。完全に。丸見えだよ。丸見えだよ。いや、泡だらけ。いや、もうすごいっすよ、ちょっとこれ。じゃあ僕も開けまーす。よいしょ。はい、開けました。じゃあ乾杯しましょう。中藤さん、コールをお願いします。じゃあ20回お疲れ様です。乾杯。乾杯。乾杯。あー、いいね。なんといううまさでしょう。よくもまあ20回も面白いことを話しましたね、ごちそうさん。ですね。中藤さん今何飲んでるんですか。あ、麦茶です。爆酒。爆酒ですか、爆酒。爆水ですね。夏の麦茶ってうまいっすよね。いや、うまいっすよ。暑いんでね、今日は。じゃあ、早速、我々ドダナダーズが、ケアソクさんの話をしたところで、いろいろツイートね、してくれてる人がいっぱいいるので、ちょっと拾って読んでみたいと思いますけど。ね、いいっすね。まず、月ちょめちょめ青さんですね。お月ちょめさん。ありがとうございます。ちょっとそれ、正しいのかな、ちょっと本人に確認した方が。ね、本人に確認した方が、ね。なんかね、これ、ちょめちょめって言い始めたのが、たくちゃんですからね。なんかね、ちょめちょめって言うと、やっぱなんかちょっとこう、下ネタに聞こえっぺした、なんか。まあ、ちょめちょめですね。ちょめちょめね。ちょめちょめですから。多分なんか、隠されてる意味があるんですよ、そこに。感想とともにですね、ちょめちょめに込めた思いを、ちょっと教えていただいていいですか？もう僕たちですね、もうちょめちょめ気になって。気になって、ちょっともうね、もう会話どころじゃなくなるんですよ。じゃあ、ハッシュタグ、ドダナダーズ、ハッシュタグ、ちょめちょめ。ちょめちょめとは、なんなのよで。一体、なんなのよ。なんなのよ。で、ですね。タクちゃんのコメントで、整うにも興味津々です。買い足し決まりです。って書いてますね。あれですね。潤すを履いてたってことですよね、きっとね。買い足しということはね、一回もうすでに利用してるから良さを知ってると。さすがですね。やっぱ違いますね。僕たちより先にもう言ってたんですね、やっぱり。良さを、良さに気づいてたんだ。はい。ちょっと遅かったですね、僕たち気づくのが。
いやもう、多分言ってる人はもう渋ちゃんが紹介した時点でもうみんな言ってますからね。あ、そっかそっか。俺ら遅いですよね。そうっすよね。もう渋ちゃんだってあれ、2、3年前に言ってますもんね、もうね。そうっすよ。なんかね、もう周回遅れもいいとこですよ。ももちゃんなんかもうだいぶ前から履いてますから。ですよね。ちょっとね、僕たち、やっぱ山形って、何でもそう言うんですけど、流行りが始まった5年後にやっと来るって言われてるんですよ。確かに。これ本当に、住宅業界もそうなんですよ。いや、本当。都会でですね、例えば、白い真っ白いフロアとか、真っ黒系とか、白か黒かっていうその、色が流行り出したよってなってる頃に、またこっちではもうその前の流行りがやっと流行ってる段階なんですよ。いや、それは間違いないな。だからようやくケアソクさんが山形に来たと、そういう感じですね。やっと来ました。こっからですよ、僕たちが山形でどれだけケアソクさんを賑わすことができるのが山形で、僕たち次第ですから。僕たち次第ですね。はい。僕たち次第ですから頑張りましょう。頑張りますよ。ね。はい。ですね、あとはですね、あ、まあ、その、ももちゃんも、もう、ケア速本当おすすめですよって書いてますね。あ、ももちゃん、そういえば、ね、ももちゃんのラジオでもね、お話しされてましたね。そうなんですよ。もう、ケア速好きになってもいいですかって言ってましたよね。かわいらしい。そんな感じだっけ？怒られると思うよ。そんな感じだっけ？え、たくちゃんどんな感じですか？ケア速を好きになっても、いいですか。同じじゃないですか、俺と。俺と同じじゃないですか。ももちゃんファン逃げるんじゃないですか、この番組。ちょっとここ、カットするかどうか、ちょっと本人に許可いただいて、彼にしますか。今のところは。そうですね。そもそもズキさんが、買ったのが、ももさんの、ツイートを見て、っていうことだったんで、最初に。あ、そっか。でも、決め手は、うん、ゴッチョさんの、履いたら朝には生卵が決め手になり、買ってしまいました。おぉ。うろうとを最初購入したみたいですから。まあ、ゴッチョさんの生卵、これがね、ちょっと一役買ってます、やっぱり。これはもう。宣伝文句として一役買ったわけですね。そうですよ。もう、ちょっと流行ってますから。あと、ギャディさんも、ももさんに言われたら買わないわけにはいけませんよねって、はい、書いてるんですけど、ももさんが広めてるんですよ。俺らじゃないな、どうやら。あ、違う、ちょっと違うな、ちょっとあれおかしいな。でも、おかしいですね。でも、嫁さんがかかとカサカサなので、効果が楽しみですと。生卵になったら卵かけご飯にでもしようかなって。ああ、いいですね。ここでも生卵は出てくるんですよ。あ、出てくる。ただ、勧められたのは、桃さんに勧められたという形ですね。あ、そっか。なるほど。やっぱ桃ちゃんだな。おかしいな。やっぱ桃ちゃんだな、これ流行らせてんのは。これ、そうっすね。売ってほしい人は、桃ちゃんにお願いした方が早いかもしれないですね、これ。ももちゃん、どういう風に言ってるんでしたっけ？ケアソク好きになっても、イベガーって言ってるんですね。それ、キューちゃんじゃね？あ、キューちゃんか。おかしいな。ケイちゃんもね、興味あるんですよ。ケアソクさんの生卵いいねって書いてますから。そのツイッター聞くとなんかあれですね、ケアソクさんで販売している卵が美味しそうだねっていう感じに聞こえなくもないですけど。なっちゃいますね。そうなっちゃいますね。ケイちゃんには直接これケア速の靴下だよって言って紹介しておりますので、もう実物でプレゼンをしたわけだ。そうですね。その背景もあって多分いいねーだと思います。なるほど。さすが営業部長。営業部長ですね。さすが。いやー、でも本当にケア速さんの靴下本当に楽なんで、こう紹介しても恥ずかしくないものだなって思ったんで、もうどんどん紹介しますからね。いいものはやっぱり紹介してね。やっぱいいものをシェアするとみんないい気持ちになりますからね。あと、やっぱ、たくちゃんのすすめが結構効いてるところもあってですね。チンおじさん。チンさん。ここまでケア速進められると気になってきますね。職業は違えど、たくさんと同じくめちゃめちゃ歩くんですが、耐久性はどうですか？ですって。耐久性、あれこれ履いてどれぐらいになるかな？ 1 ヶ月ぐらいになります？もうたくちゃん。
そうですね、1ヶ月越したぐらいですか ね。早いですね。1ヶ月前ですか、うん、あれ。耐久性いいですよね。結構、その、かかと部分は厚く作ってあるし。整えるの方は、結構生地もしっかりしてるんで。まあ、ただ、チンおじさんがどれだけこう歩くのかとか、どんな仕事をしていてっていうのがわからないので、土木作業で、ね、うんうん、足を踏ん張る仕事とかだったら、もしかしたら、これ、ケア族さんに開発依頼を出さないといけないかもしれないですね。最強の靴下作ってください、みたいな。まあ、そういうのもありですよね。あの、仕事から踏ん張るので安いのは1週間しか持ちませんでしたっていうことですよ。踏ん張る仕事ですか？どんな仕事なんですかね、踏ん張る仕事って。重たいものを持つとか。過酷な感じがしますね、でもね。僕は営業ってだけで、まあ歩く、普通に歩いたり、うんうん、まあちょっと駆け足するってぐらいで終わるんですけど、踏ん張るってことがないので。使用上の注意欄に、あの、踏ん張り系の方はちょっとご遠慮願いますって、書かれたりしないですかね。いや、僕はね、案外、整える、潤す、踏ん張るっていう靴下が入ってる。おほほなるほど。うん、踏ん張るシリーズ。踏ん張るシリーズ。出そうっすね。面白いな。それ期待してるんですよね。踏ん張るシリーズ、よろしくお願いします。あ、お願いします。お願いします。はい、その他にもですね、あの、ジンさんとかユガさんも入ってるみたいなんで、え、そのお二方は、もちゃんの声で買われたんでしょうか？あの、爆買いしますって書いてくれてますけど、目指せ、ドゥルンドゥルン生卵肌って書いてますね。あ、肌、はいね、いずれにしても、やっぱ、桃ちゃんでしょうね。まあ、間違いないね。そこは間違いない。そうっすね。闇の、山梨のバイヤーって言われてますから。闇のいや、闇の、山梨の。あとは、そんな感じですか？あ、ツイッター、以上です。はい、以上です。以上です。私も、あの、ケアソクさんのレビューしましたよっていう人は、あの、ハッシュタグ、ドダナダーズ、ハッシュタグ、私、まだ。俺、まだで、つぶやいて。まだなのよ。まだなのよで。あの、画集員がお名前を呼ぶシステムになってますので。よろしくお願いします。そんな感じで、はい、コメントをいただきました皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また。ドダナダーズのヤバイイングリッシュ。バラバラやないか。もう一回、もう一回。面白い、今ので面白くて面白い。あ、この番組はケアソクさんの提供でお送りできたらいいなと思っております。スペシャル整う、入ったら指、独立宣言。ケアソク独立宣言。なんかイメージでね、今までキュッとこうね、全員が仲良し小良しした指がですね、やっぱ生きていく上で仲良し小良しって悪い時の方が多いんですよ。お父さん指、お母さん指、お兄さん指、小指と薬指が。ないんかい。ないんかい、そこ。小指と、ね、小指と薬指が分かれると。だから、独立しろよと、地に足つけて生きていかなきゃ大変だぞと。5本指ソックスですからね。そうです。独立していきましょう。はい、インディペンデント。インディペンデントで。これはちょっとでもちょっと。ブンブン、ハロー、ポッドキャスト、ヤハトシです。ブンブンブン。ブンドブドドドブンドブンドドブドドドブンドブブン、俺がボンドボンドコンガンチャウ、ブンドドドドダック。いい感じですね。いい感じですね。今のはヒカキンさんのパクったんですけど、ヒカキンさんも実はね、新潟出身なんですよ。おー、そうなんですか。ケアソクさんの、はい、お膝元、あの、三越っていう、ちょっとだいぶ南の方なんですけど、イルミネーションが綺麗なイルミネーションのあるところで、まあ、そこ、出身のヒカキンさん。
いやもう住んでるんですか、新潟に。今は東京じゃないですか、さすがに。いやー、ヒカキンか。ヒカキンさんと、あとは、あの、ハイキングウォーキングの鈴木九太郎さんとか。キューちゃん。多分もうご、違うキューちゃんが。ゴッチョさんのライバルだと思うな。ですね。いやいや、俺がキューちゃんじゃないですから、別にね。キューちゃん。ただ、俺の友達がキューちゃんってのがあって。ね。俺は別にただ、モノマネさせてもらってるだけだって。まあ、本人の了承も得てないし。ね、いずれ問題は起きそうな気がするんですよ。あ、ね、そうなんですか。彼は許してくれますから、でも。はい。優しいですから、キューちゃんは。はい。あと、あの、小林幸子さんとかね。お、あと、DJ 松永さんって知ってます？クリーピーナッツ。DJ 松永さんね。はい。今、R して。沼にハマって聞いてみたっていうかね、NHK でね。今結構人気の番組があって、それのメインの方はね、DJ 松永さんですよ。え？違う人？見てなかった。いや、わかんない。見てないからわかんない。あの、DJ 松永さんってすごい人なんですか？いや、すごいですよ。世界チャンピオンですよ、DJ の。え？へぇー、はい。あ、そうなんですか？ R 指定って知ってます？その。あ、知ってますよ。R 指定さんと組んでるユニットが、クリーピーナッツって言うんですけども、めっちゃ人気ある。はい。はい。それの DJ してるんだ。そうそう。DJ 松永さんは、長岡市。花火の。長岡ね。花火、すごいいいですよね。ねえ、いいな。長岡花火大会ね。YouTube でですね、うん、花火、眠るときにいつも見ながら寝たりするんですけど。おー、長岡花火のね。うん。ね、YouTube なんかよく見てるんですけど。いや、綺麗なのよ。山形にも、ね、山形も全世界じゃねえや。そこまで規模大きくねえや。なんつうんですか？全日本に誇る、赤川花火大会っていうね、うん、一番大きい大会あるじゃないですか、酒田ね、うんうんうん。あれもね、もう全国からの花火師が集まるやつなんですけど、本当に、もうそれに負けず劣らずの綺麗さのね、長岡花火大会。うん、もうここはね、ぜひ ね、いつか行ってみたいとこですね。行ってみたいですね。うんうん、行ってみたい。いや、新潟ってね、意外と山形の隣なんですけど、地味に天童から遠いんですよね。ああ、そうですね。うん、2時間半ぐらい。ああ、そうですね、かかりますね。かかるよね。新潟競馬場によく行くんで、ああ、うん。結構好きで新潟行くんですけどね。まあ、競馬してますもんね、畑さんね。そうですね。いいなぁ、競馬場、ね、新潟競馬場。ちょっと今度連れてください、畑さん。いや、本当行きましょう、行きましょう。新潟に行ったらもうみんな呼びましょう。ヒカキンさんからリリーケさんまで。ヒカキンさん呼べれます来てくれますいや、もうリリーケさんが一声かけたらみんな来るでしょう。ああ、そっか。そんぐらい、ありそうですもんね、力ね。ありますよ、ちょっと気和速さんのね、工場見学ね、ちょっと拒否られても行きましょうね。外から見るだけね。いや、拒否られてもね、やっぱり外からこう顔ピターっとくっつけてね、窓ガラス越しに全部見ていきましょうね。行きましょう、行きましょう。おー、すげえなーって。卵持って行きましょう。生卵持ってね。生卵持って行きましょう。うん、怒られると思うけど。そんなケアソクさん出身のリリーケさんからお便りが届いてるんですよね。リリーケさんからいただいているメールちょっと読ませていただきますね。お願いします。実は私は外資系 IT 会社で10年以上勤務していた過去があり。すご。英語ではとんでもなく恥ずかしい思いをたくさんしてきました。プライベートレッスンも受けてみたりしたのですが、ものにならず。英語にはコンプレックスがありありなのですが、ドダナダーズはとても楽しく聞かせていただいています。おろ、ありがとうございます。ドダナダーズがきっかけで、また、ゴーゴー英語会話を聞くのを再開しました。内緒。笑いって書いてますけど、ね。内緒ね。これ流しちゃダメですよ。ダメですよ。カットですよ、カット。カットですよ。まあもちろんそうですよ。内緒って書いてありますから、流しませんよ。内緒なのは流しちゃいけない。兄弟番組ですから。ね、兄貴さんですから、ゴーゴー英語会話さんね。ね、弟ね、この、あれだが、弟の分際にね、そんなね、もう、ドダナダ好きだから、引き返したなんて、そんなね、そんな失礼ですよ。カットですよ、カット。ダチョウクラブのやつだ、これ。僕らはこう、ね、ちょっとふざけてるような感じしてますけど、その辺の秘密は、
ね、もうちゃんと守りますから。ね。顔が。顔が。ね。役者の顔が。やったるぜって顔してるわ。これ流すな。これ流すな。いや、内緒。内緒です。内緒ね。内緒ね。で、これからもどうぞよろしくお願いいたしますって書いてます。ありがとうございます。こちらこそ。ほんとこちらこそ。よろしくお願いいたします。死ぬまで、死ぬまで動画お願いしますね。末長くね。ね。いやーもう優しい方ですね。もう心遣い半端ない方ですから。本当ですよね。ねそんなに人間になりたいですね。やっぱりいい靴下履くといい人になれるんですかね。あ、それは言えてるかも。ね。うん。多分、やっぱり、あの中国4000年の歴史の中で一番大事なのは足の裏だと。おう。ね。そこに全てが4000年かけて中国人発見したんですよ。その中で中国人が発見した唯一のことがあるんですよ。はい。今言いましたけど、足に全てがあると。うん。人間の全ては足にあると。そこに何かを見出せばじゃねえな。あの、足ですね。足根を健康にすると、健康になるよと。足を健康にすると健康になるよ。健康になるよと。そこに目をつけたんですよ。ケイソクさんは。ね。なるほど。だから、足元を、足元じゃない、足を健康にすれば、やっぱりね、このようにいい人になれると。そういうことです。そういうことですね。人間性は足元から。そうです。ケイソク。いやー、そこにやっぱ気づいちゃうんですから。ね。やっぱそこなんですよ。やっぱ足があって初めて人間って歩けますから、やっぱそこ一番大事にしなきゃいけないと思うんですよね。そこに。二足歩行としてはね。そうそうそうですね。もちろんもちろんね。ね、あの、茨城にはね、逆立ちしてる、逆立ちしかしない人いますけど、我らの友達に、あの、リスナーさんでね、はじめさんっていう方はね、もう逆立ちしかしてないんで、もう足で歩くっていうことをしない方がいらっしゃるんですけど、やっぱ足があって初めて人間は歩けるわけです。その足を健康にせずにどこを健康にするのって話なんですよ。僕はそこを言いたいんですよ。そこを完璧にできたら、やっぱり余裕ができるんですよね、気持ちに。足が元気ですから。だからやっぱり余裕ができると、やっぱり人って幸せになるんだな、と思います。はい。と思います。はい。あれ、ごちゃさんのフリートークは、いや、今のですよ。あ、今のか。はい、今のですか。今のフリートークですよ。まあ、なんか欲しいですか？あ、スペシャルですからね。20回記念なんですから、ちょっと、爆笑のやつお願いします。爆笑のやつ。爆笑。いやいやいや、そう、ヤカタさんすいません。今日は爆笑のやつではなくてですね。はい、あの、タクちゃんが、この録音始まる前にですね、ちょっと山形弁そろそろレベル上げてもらわないと困ると。あ、我々に、ね。そんなこと言ってましたよね。うん、言ってました？あ、言っちゃってました。だかね、いや、言ってないな、言ってないと思います。いや、言ってない、言ってない。言ってない。絶対聞いてますから、ね。言ってない。言ってない？いや、言ってないですよ、ね。言ってない。もうそんなリスニングはもう十分できたから、そろそろ、なんか難しくしてもいいよ、なんて、そんな言ってないですよ、そんな。それ。そのままだ。一軸全部それ。そのままだ。そのまんま。言ってた。ね。あ、言ってたわ。俺は言いましたよ、その時。タクちゃん。今の言葉、言ったことを後悔しますよ、と。うぬうぬ。涙流す準備できてますか？そんなに？今日もね、床におでこつけて謝る準備はできてますかと。またまた、ね、そんなこと言って、あいず、ほいず、こいず、どいずみたいなクイズ来るんだべ？いやいや、あれはね、あれは音声のね、このディスコードのね、その音を削る、あれを使ったトリックですよ、一つの。今回は、そんなトリック、俺は使わないっす。真正面から、ぶつかってきますから。じゃあ、いいでしょうか。今日はですね、まあ、20回記念ということでですね。ちょっと、ヤハトさんにもですね、たくちゃんが答えられなかった場合、答えていただきたいなと。おお。まあ、もちろん、もちろんね、ヤハトさんは簡単なのかもしれないです。もちろん。ただ、改めて、ちょっと、俺、この問題考えたときに、ああ、山形弁ってつくづく不思議だなと。ちょっと思った手もあったんで、なんでこんな形になったのかなっていうのも、ちょっと、一緒に考えてほしいところではあるんですよ。覚悟できてます？お酒足りてます？ I'm ready. あ、OK。いいですか？ I'm ready when you are. Alright. じゃあ行きますよ。やっぱり言葉ってのは、現在形。ね。過去形。現在進行形。ね。
この3つが多分ほとんどまずメインじゃないですか。多分山形弁ぐらいなんじゃないですか。わかんないんですけど、現在進行形も山形弁ってすんごいいっぱいあるんですよ。特化してるんです。ん？進行形で特化してる？はい。じゃあ言いますよ。はい。お湯、沸かす。お湯？お湯沸かす。これ現在形です。はぁ、はぁ、はぁ。ですよね。お湯を沸かす。うん。過去形いきますよ。お湯、沸いだ。沸いだ。なんとなく、もう、たくちゃんがやると分かりますよね。山形弁。あ、もう、イーズー、イーズー。イーズーだべす。じゃあ、これを進行形にしてください。お湯が沸いています。進行形じゃないな、これ。進行形じゃない。お湯沸い、沸かしています。これ、山形弁でどう？そんなね、やっぱり長くなると標準語、めんどくさいべす。お湯沸いていますよ。長いじゃないですか。山形弁。ちっちゃいツールでください。ちっちゃいつ？お湯、沸いた。沸いた。お湯、沸いた。あ、これが進行形ですからね、山形弁の。え？過去形じゃないですか、今の。違うんですよ、沸いた。過去形は？お湯沸いた。進行形は？沸いた。は？はい？いやいやいや、山田さん、そうっすよね。もう一回お願いしていいですか？はいはい、ちょっとじゃあ、もう過去形言いますか？過去形、はい、過去形。沸いた。進行形。沸いた。まあ、ちっちゃいつが入ったらね。いや、八幡さん、そうっすよね。まあ、そうですね。進行形。うん、なるほどね。だって、お湯沸いてるさ。沸いたよ。って言うじゃないですか。あれ過去形じゃないですか。いや、沸いたよ。進行形っていうか、過去完了みたいな感じじゃないですか。あ、じゃあ、わかりました。次の問題いいっすか。いいっすか。過去完了説。いいですか？いいですか？ちょっと待ってくださいね。いいですか？だから、食べる。ね。食べる。食べる。まあ、山形弁では食う、うん、食うって言うんですけどね。はいはいはい。はい。食う。ご飯を食う。ね。で、過去形。ご飯食った。食った。はい。じゃあ、進行形は？ご飯食べています。食べている途中です。食べている最中です。進行形は、食ってた。は？過去形だろ？食ってた。いや、食ってた。食ってたなんですよ。待って、そんな。いや。ご飯食べてる？って、食ってた。だから。いやいや、だよね、ハトさんね。そうですね。じゃあ、もう一個。わかんねえ。もう一個。歩くね。うん、歩く。私は、歩く。うん、うん。で、山形弁では、私は、歩ぐ、なるんですけど、歩ぐ。ね。ダゴンつぐから。で、過去形。私は、歩いだ。歩いだ。歩いだ。ね。ああ、はは。歩いだね。じゃあ、これを進行形にしてください。進行形にしたら、パターン的に言うと、うん、歩いだ。そう！お？よくわかったっすね。すごい、当たった。すごい。すごい。やっぱり、違うなぁ。え、ヤハトさんこれ全部進行形になってますよね。なってますね。だべす。はい。いや、簡単なんですよ。もう長、ちっちゃいつでいいんすから。ええーね。絶対これ、早口で言われたらわかんないな。走った、過去形。走った、過去形、走った。じゃあ進行形は？走った走ったの時にもちっちゃいつがあるバージョンは少し変わります。え？走るだ。走るだ。いやいや。走ってだ。走ってだなるんす。いや、どう考えてもこれ過去形ですよね。いや。前が走ってきて、走ってだぜ、今。これですから。過去形だ、これ。いや、過去形だな。絶対わかんないな。そう聞こえるんだ。だから、やっぱり、不思議なんですよね。過去形に聞こえるんですよ、全部。だけど、実際、進行形なんですよ、全部。そういえば、うん、こう、まあ、僕もこう、このラジオを編集してるべ。はい。なんか今違う気がしたんだけど。まあいいや。今日、スペシャルながら思いますわ。確かに、編集してて、うん、ん？っていうところはあるんですよ。あ、もうニュアンスが全く分かんないわけですね。よくゴッチョさんね、なんたらでしたとか、なんたらべしたっ
で過去形っぽい表現で言うんですよね。はいはいはい。あ、過去形言うんだよね。だけどそれが今の話してるのに、なんたらでしたとか、なんたらでしたって言われた時に、なんかその感覚がずっとつかめずにいたんですけど、今の話聞いて、わかった。なんとなく、わかった。ちょっと、あ、そういうことなのかな。でもこれ、とっさに言われたら絶対わかんないな。だからちょっと最後いいですか、最後。もう一つだけ。今のね、ごちさんが言ってる言ってないの話で、はい。現在形、言う。言う。はい。言う。過去形、言った。言った。ね。言った。言った。言った。はい。じゃあこれを進行形にしてください。言ってた。そう！すごいね。よっしゃー。すごい。いや、どう考えても過去形だよな、これ。これ、準一級がいいっすよ。あの、山形の、あの、電話の、あの、電話の仕方？あ、はいはい。ブルン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 。ブルン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 。あ、すごい。あ、なんか変なコールなってる。あ、ゴッチョさんだ。ちょっと電話出てみようかな。はい、タクです。あ、ゴッチョでした。はい、お疲れさんです。さよなら。待て待て待て。いや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 。何やつ？切んな、俺。回す回す。俺。え？回す回す。いや、ゴッチョでした。あ、そうですよね。ゴッチョでした。そうですよね、でした。いや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 。はい、ありがとうございました。何やつ？ヒラグでした。ヒラグ。あ、ヒラグさん。ヒラグでした。ヒラグさんでしたよね。そうでしたよね。うん。そうですよね。わかりました。ありがとうございます。失礼します。ここでね、っていうね。っていうね、もうこういうね、終わっちゃうっていうね。やっぱ切りたくなる。でしたって言われると。ちょっと切りたくなっちゃう。やっぱそういうもんなんだ。かけた瞬間終わっちゃうんだよね。ありがとうございました。ありがとうございました。ってね、不思議な文化ですよ。本当ですね。うん、面白いです ね、これね。ちょっとだからね、今後ね、そういう過去形と進行形を、ちょっとあのね、そこら辺を間違えずに理解できるようになったら、これはもう、大したもんだよ。大したもんだよ。誰誰長州小力。長州だ。そうです。あ、小力、しかも小力の方。よくわかったっすね。小力じゃないですよ。長州力さんの方ですよ。力？力の方か。力の、もう力屋つながりでね。力力でね。そんな感じで、はい。そんなこんなで、いろんな話をしてまいりましたが。はい。まあ、たくちゃんね、本当にね、素晴らしかった。問題素晴らしかった。全部解けた。全部解けた。それぐらい難しい問題も、今日、返そうかなと。お。ケア速スペシャル回、スペシャルイングリッシュ、届けたいと思います。なんだべ、気になるにゃんす。では、今回のフレーズは、こちらです。When we got hard skin on my heels, we have to put on the uruos. If you have trouble on your foot, we have to wear the totonoeru every day. Anyway, hey, gotcha. Don't put your socks all bundled up in the laundry basket. ちょっと待って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 。長い。いや、ちょっとよ。さすがスペシャルだね、今日は。いや、スペシャルっつって。いやいや、そういうスペシャルなの？このワンフレーズだけとかじゃなくて、商品のその、おすすめ入ったなんか。なんか入ってたよね。入ってますね。んだべ。お、ちゃんと聞き取れてる。んだべ。聞き取れてるじゃないですか。いや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 、もう、うるおすと整うエブリデイだけでね。おそらく、今の流れはね、毎日履けばいいんだよと。こういう感じのことをなんか詳しく言ってたんだけど、なんか途中から長すぎでよ。聞くのくたびってきてよ。やんなくなったんだね。いや俺、聞こえて途中でガチャっていうの入ったから、ガチャ。はい、ガチャ。はい、ガチャ。それもよ。ね、それもよ。俺前回言った通り、ほいないられると、入ってこねえって言ったべ、それ。こないだ。覚えた？覚えてた。覚えてたけど、覚えたってのは今の進行形？いや、今のは過去形。過去形か。過去形。覚えただから。覚えただから。こんがらがってきた。覚えたさ、進行形はないな。だって、覚えて、いますかって言えばね、日本語ないじゃないですか。覚えている最中ですかって言われたら、これは過去形ですよ。これはね。うん。山形弁にはないかな。なるほどね。ただよ、ちょっとよ、これどうすっかな。最初からもう一回聞いてもあれだから、
これ、ヤハトシさんどうすっぺこいず、長すぎでよす。いや、もう、わかりましたよ。うそべす。最初の部分、まず、ちょっと、もういいですか？もうヒント。When we got hard skin on my heels, we have to put on the ウルオス。ここの部分です。あー。これはもう、もうそのものだからね。うん、ウルオス。そのもの。ウルオスのことをそのまま言ってるわけですよね、これね。アグド硬くなったら、ウルオスばはげ。ってことだね。あんだってアグド。アグドアグド。アグドっていうのアグド。こりゃ、また出た。シティーボーイはよ、わからねんだ。出た。わからねの。シティーボーイ。アグドって言うんだかアグド。ああ、うちのジーバー使わねえきな、その言葉。はい、また。山口岩尾さんの歌にもあるんだよ、ちゃんと。あんなのす。アグドサクロポスできたっていうな。あ、クロポスあるんだけど。クロポス言うね。ああ。クロポス言うわ。アグドサクロポスも、タクちゃんも頭さ、派手なマーク出たもんや。うん、全然わかんないよ。パンパンって頭さ。いやー。山形弁ハードモードだなぁ。レベル上がってるわ。クロポスはもう標準語だべ。ちょっと何言ってるか分かんないですけど。クロポスやねべなぁ。いやいやいや、アグドが、山口岩さんといえばね、もう本当に山形弁を使った歌をよくね、流してますから、Amazon Music でもね、聞けから。ぜひ。いや、聞けんのよ。チェケラウ。Amazon Music。ね、いや、いい歌いっぱいからす。聞いてくださいっす。で、何もう一回、アグド、アグド硬くなったら、ウロースバハゲ。ああ、なるほどね。When we got hard skin on my heels,、うん、we have to put on the ウルオス。ああ、なるほど。それが今の山形弁さ。なんか英語長い割に山形弁だとやっぱ短くて済むね。やっぱ山形弁はね、キュッとなっちゃうよね、やっぱり ね。やっぱ寒い地方の人はあんまりくじ上げてらんねえから、簡潔にこう、ペッって言うのね。喋ってらんでもね、ほら寒い通りね。寒い、喋ってらんでも。暗号みたいなもんだべ、さてね、暗号。くじあんまり上がねくて喋る言葉だから。ねえ。ああ、なるほど。いいっすね。はい、オッケーオッケー。ワンフレーズ目はいいっすね。オッケー。いいっすよ。おぉ。じゃあ次のフレーズ。いっちゃうよ。If you have trouble on your foot, we have to wear the 整える every day. 整える every day ね。If you have trouble on your foot,We have to wear the 整える every day. If you have ね、もし、あなた、持つ、トラブル。Trouble on your foot. をね、おにゃ、おにゃふ。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 わかったっすおにゃふ。わかったっすわ。わかったっすわ。これでもう、答えていいかっす。明日怖くなったら、整えればハゲ、だね。出た怖いね。何ばハゲあ、整えるハゲってか。整えればハゲと。ああ。明日怖くなったらな。もう怖いはね。ああ、うん、怖いはもう一回、もう俺の本当の怖い話で、ねえ、お尻からみんなさ。お尻から。これはもう辻ビアス。明日怖いって言ったべ。あ、明日ね。明日ねよ。明日。明日じゃないの？え？明日。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 明日の明日。いや、明日も明日って言うけど、あ、で、明日のジョーってなんて言うの？そのタクちゃん。明日のジョーは、明日のジョー。明日のジョー。明日のズーって言うの。ズーそこか。そこか。明日のズーって言うから。ズー。ジーでもねえし、ヨーも入ってねえし。わかんないけど。しゃべっちゃうんだよ。明日のじいちゃんだよ。しゃべるけどね。うん、明日のズーって動物園の物語じゃねえか。で、明日怖くなったら、毎日整えればハゲど。ああ、整えるハゲば全部いいんだもんや。もう全部、いくなんだべや。怖くなんねえの。もう怖くなんねえの。怖くなんねえんだべ。うん、いやアグド買ったくなったら、潤すばハゲど。明日怖くなったら、整えれば毎日ハゲど。俺はなんだかんだで潤すしか、入れねえからよっす。ああ、俺はもう、両方入ったから、入った。あ、出た。入ったはどっちだ？入った。どっちだったっけ？小さいつが入ったから進行形あれそう進行形か。進行形です。入ってますと。もう、ちっちゃいつは進行ちゃんと覚えてけど大丈夫。進行ちゃんね。ちっちゃいつ入ったら進行ちゃん。
よ。まあまあ、OKOK。2フレーズまで OK よ。まだ続くよ、こっから。長いから。最後よ、最後。長いの。スペシャルだもん。じゃあ最後の部分。Anyway。はい。Hey, ガチャ。Hey, ガチャ。はい。Don't put your socks all bundled up in the laundry basket. 俺もよ、最初から問題はこうだなと思ったっけ。大体よ、俺さなんか注意するときは大体ホーサー持ってくからタクちゃん分かってんだよ。ね。でこっちょど何が俺さごしゃいったねや。何がごしゃいったねや。そいつ。ごしゃいった。ごしゃいった。Hey, ガチャ。Don't put your socks all bundled up in the laundry basket. ランドリーバスケットね。ランドリーは洗濯のカゴだべ。No. Yes. Yes. The best. The best. That's right. The best. ああ、こいつは分かんねえよ。そうだよ。バンドーっつった？バンドー。お。やっぱりね、バンドー来るとね、ちょっとね。あれ？かやまじゃない？いや、俺生卵しかできねえんだよな。いやー、生卵。一緒だよ。生卵一緒だな。これ、かやま植木にバンドーエイジも入ってくるパターン生まれましたね、これ。でね、もう一回言っとくべか？まあいいや。はい。Don't put your socks all bundled up in the laundry basket. ダメだ。C ヒント蹴る ?C ヒント蹴っか。いい。C ヒント。ある蹴るわ。あるっすさ。ああ、出す。ゴッチョさんがやりそうなことを書いたんだな、やっぱりな。お前なんかデジャブだね、こいつ。やっぱりんだね。ここさ、やっぱ俺の名前持ってくんだもん。Anyway ってね。あ、ナノちゃんの Anyway 可愛いっけにゃ。ああ、ありがとうございます。そんなのでね、うちの、コアラズの長女が毎日ね、もう終わっていっかな、これ流れる頃には。終わってねえな。夏休み20日ぐらいまであるからね。夏休み、毎日ポッドキャストしたから。毎朝。お毎朝8時から。山形県の学校の夏休みって、20日ぐらいで終わんのよ。え ?20 日ぐらい、うん、短いの？いやもう、8月いっぱいが普通夏休みなんだって、他の県では。うん、うん、うん。だの？僕らの時は、7月、いつだったかな ?20 日とか25ぐらいから8月いっぱいまでは夏休みでしたけどね。8月いっぱいでしょ ?40 日ぐらいはありましたよ。今の子はどうなんかわかんないですけどね。え、長いのよ。コロナ禍でも、8月いっぱいはあるかな。長いねやす。うん、山形はね、ほんと短いの。ずっちーなぁ。それはさておき。おつりの。はい。まあ、こうだな。崩したば、丸めたまんま、洗濯さえヘレンナーだな。丸めたまんま。丸めたまんま。丸めたまんまが何もしかして？バンドアップは。バンド？バンドアップ。へぇー。なんでだい？バンドルってなんかこう、あれだよ、なんかこう、結ぶみたいなイメージだべ、さて。だからこう、くるんとこう、なんていうの？まとまってるみたいになってからね、うん。あ、それがなんかアップってことは、こう。そうだ、くるんとアップさってから。上さ、上がるよと。こう言いながらくんの。はぁ。はい。へい、ガチャ。ガチャさん言われてるべ。ごしゃがれでばっかりだ俺。Don't put your socks all bundled up in the laundry basket. わかった。もうよ。最初から最後まで行きに行っていいんだが。お願いします。いいですよ、もちろん。これは豊かやるにゃ。あるよ。豊かやる。うん。長いもん。あんだな、ちょっとなら行く前に一回いいですか、もう一回。When we got hard skin on my heels, we have to put on the rules.If you have trouble on your foot, we have to wear the totonoeru every day. Anyway, hey, gotcha! Don't put your socks all bundled up in the laundry basket. 考えどんガタついんだが、お前毎日、うるさ、はげえな、この野郎。して、明日、くたびったらよ、な、totonoeru ば、はぐど、お前な、明日か、お前。独立宣言すっからな。して、この野郎、この、誰だこの野郎、おい、まあ、崩して、お前、丸めのまんま変なって言うためないよ、このおやすおいってどうでしょうか
いや、ロングバージョンもなかなか面白いね。あ、当てたか？あ、当てます。違うワードいっぱい入ったけどね。独立。独立、独立宣言。独立宣言？独立。インディペンデントデイみたいなの出てなかったけどね。出てけ？整えるが独立宣言ってことね。ああ、そう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 。俺の中で。俺の中ではやっぱこういうイメージがなってから。やっぱりわかんねえ、やろさ言っても、やろさほら。では今回のフレーズのおさらいをします。When we got hard skin on my heels, we have to put on the uruos. If you have trouble on your foot, we have to wear the totonoeru every day. Anyway, hey, hey, gotcha! Don't put your socks all bundled up in the laundry basket. アグド硬くなったら uruos ばはげ。アスコアグなったら毎日整えればはげ。崩したば丸めたまま洗濯さ減れんな。考えとお前ガサついたらお前ウルスバハゲコのしてお前足くたびったらよお前あのまああのほらあの独立宣言のやつハグド明日怖くなくなっから毎日ハゲなこの野郎ところでお前崩すとお前丸めたお前減ったびやこのこのすんなやもんややぜ感情入っからねうん、あ感情入っちゃうからいいですね。ちなみにですが今日のポイント、バンドルアップですね。バンドルアップは丸めるとか、丸め込むとかね、束ねるですね。例えば、いらなくなった新聞紙を束ねるって時とかもバンドルって使いますよね。バンドルアップって言ったら厚着しなさいっていうような感じ。だの？だってバンドルアップでね、いろんなニュアンス出せるんだね、んだらね。そう。You should bundle up。ほー。でも基本的には、束ねるとかね、包むとか、うん、そういった意味になりますよね。なるほど。いやー勉強になったね。こんなねケオスクスペシャル回にね、うん、いやいやこんなにねいろんな方々のメッセージとかうちもちょっとスペシャル組んでほしいなちょっとやってほしいんだななんていうね企業さんがあればですね張り切っちゃいますから僕たち。そうですねハッシュタグ俺まだなのよ。スペシャルしてほしいのよでね。スペシャルしてほしいのよ、うん。そんなことがあればですね、もう喜んでね、食いついちゃいますから。怖い。食いついちゃいますから。食いついちゃいますから。ぜひともですね、そんな方がいらっしゃればぜひお願いします、まだ。まあ今日はケア足スペシャルということでお届けしましたけども、実はですね。うん。スペシャル回ということで今日スペシャルゲストをお呼びしております。でそのスペシャルゲストさんが実は素晴らしいアーティストの方なんですけど、うん、その方の曲を今回のねエンディング曲で流したいと思うんですがまずそのスペシャルアーティストを呼んでみたいと思います。え来てるの？お呼びいたします。アーティスト名はイギリス仕込みのジャンベボーイです。誰だそれ。ヤマン。え？ヤマン。ヤマン。ヤマン。よろしくお願いします。うん、ヤマン。ヤマン？また始まったな、これ二人。ジャマイカ知らない？ジャマイカの挨拶知らない？ジャマイカの挨拶がヤマンって言うんですね。ヤマン。今日はなんか素敵な曲を用意してくださったということで、ありがとうございます。うわ、ヤマン。ヤマン。それしか知らねえんじゃねえ。イギリス仕込みのジャンベボーイさんは、ジャンベをされてるっていうことで、よろしいですかね。俺ヤーマンだから。ヤーマン。ジャンベって知ってる？ちょっと引いちゃったんだよね、イギリスで。日本からジャンベを持ってイギリスに行ったと。イギリスに運んだんだね、俺を。声が聞こえたんだね。では、ジャンベボーイさんの方から、新曲の発表していただいてもよろしいでしょうか。じゃあ聞いてみて。僕のイギリス仕込みジャンベボーイフォースシングルどっちみち。
どっちみち。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 俺はカトゥーンに入れない。どっちみち。カトゥーンに入れない。ありがとうございました。イギリス仕込み。